皆さんおはようございます経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います草子林新聞公読視聴規約ここでねこの動画を一旦止めていただきましてここに記載されている第一1条から第7条を大きな画面でお読みください とても重要なことが書かれています。どこか一箇所でも承諾できないという方がいらっしゃいましたら、この動画の続きを見ることができませんので、ここで動画を切ってください。すべて承諾できるという方のみ、この動画の続きを見ることができます。それでは行ってみましょう。LINE に登録してくださいね。そして動画の感想を送ってください。えー、ここね、最近、えー、LINE の登録だけをね、 人はもう何百人いるんですけど何千人かな、ま、たいるんですがあのー、なんかね一言でも送ってくれるとありがたいと思いますはいあとキャラクターシールを販売しておりますラインでお問い合わせくださいそれではいきましょう <laughs> 令和元年5月9日木曜日暗号資産草コイン 中野研究会今日の、ね、千葉県松戸市は曇ってますね、朝晴れてましたけど、えー、今、11時36分ですけれども、曇り始めました、風も強くなってきたんでね、雨降るのかなって感じですね、気温はちょっと肌寒いんで、えー、なんか真夏日よりではなくなったって感じですね、またちょっと寒くなってきたなって感じです。 で僕の方はね、またいろいろ、き、えーまあ、昨日はね、あのー中,国ねえー、中国、中国の上海の方のね、えー、人たちが、企業の経営者、会社の経営者の人たちが日本のね、えー、産業ですね、ものづくり産業を見学して、えー、帰るっていうね。あのー ご一行様がいるんですけどね。で、そこからですね、あの、中野裕二先生ご指名でってことでね、えっ、ー、と、名古屋でスピーチしてほしいという依頼が来ました。で、まあ、ね、2時間ぐらいで数十万円出すので、えー、どっから知ったか知らないですけど、まあ僕もね、結構有名なんですよね。うんせあの世界 アメリカとかね、ヨーロッパのね、企業から結構、あの、市場調査依頼を受けてましたからね。まあ、中国の企業もそうですけどね。で、ずっと、あの、本業の方では、本業の方は経営コンサルタントなんでね、マーケット、日本のマーケットリサーチをずっとやって、海外にもレポート販売したりし、えー、海外に行って、えー、市場調査結果をね、説明したりしてきましたから、 結構多いんだよね。ヨーロッパ、まあ、例えばドイツの電気メーカーとかね、えー。そういうとこから来てね。市場調査して、まあ、例えば2ヶ月でやってね。で、英語でレポート作って、台湾で、えー、報告してほしいと。まあ、プレゼンテーションしてほしいとかね。結構、結構多いんですよ。そういうのね。で、昨日はね、あの、まあ、農協団体じゃねえけど、まあ、中国の、 代表団、まあ、経団連みたいな人たちがね、えー、名古屋に来るみたいね。で、トヨタ自動車とか、まあ、中部地方っていうのはものづくり産業ですから、日本のね。で、トヨタ自動車とか、あの、ロボットメーカーが結構あるんでね、ロボットっても、人型ロボットじゃないよ。うん、工場内生産型ロボットですね。で、いっぱいあってね、えー、多分見学して、それで、 まあ食事したりして帰るんだと思うんだけどね。で、そこの、まあ会議の席で、まあ公演依頼が来たんだけど、断りました。め <laughs>、めんどくさいから <laughs> 来。ね、来週とか急に言われたって無理だからさ、もうめんどくさいから断っちゃいました。まあ、ね、本当はやらなくちゃいけないんですけど、まあちょっと今、 中野研究会の方をね、ちょっと真剣にやっちゃってるんでね、まあ、こっちの方をおろそかにはできないということで、<coughs> 結構、中野研究会有料会員の方もねあの、結構増えちゃったんだよね、またね。一時減ったんですけど、えー、また、えー、増えていただきましてね。えー、まあ、あの、グループなん、グループというか、また LINE グループはね、昨日から作ったんですけど、 えー、グループ何個かに分けてるんでね、全体の人数は誰も分からないようになってるんですけれども、結構な人数ね、今までの,の年初来高値じゃねえですけど、結構な人数に、ね、なっちゃってね、これ一日たりとも、ールそかにできないということでね、今やってます。で、毎日、えー、夜もね、えー、2時間から3時間、えー、ドレア FX と草コインのね、研究をライブやってますからね、 まあここら辺はおろそかにできないっていうことで、まあ中国のご一行様ね、大変申し訳ございません。まあ、中国共産党 <laughs> の人たちに申し訳ないことしましたけれども、まあなんとか許していただければと思います。 今日はですね、えー、本日のドル円仮想通貨マーケット分析を行いたいと思います。で、まもなく、まあ、ビットコイン ETF が承認されるんじゃないかということで、ビットコインの価格が年少来高値を超えましたと。いうことでね、私もさっきね、スマホ見てね、びっくりしたんですけれども、えー、これ財布ですね。これ見てくださいよ、これ。これビットコインですが、ガン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 ってね、 えっと、昨夜、昨日ね、<laughs> これ、バイナンスからビットコインが漏えいしたってことで2回下がったんだけど、まあこれ、また1週間ぐらいかかるかなと思ったらもう1円にしてね、上がっちゃいましたね。バイナンス関係ねえやと。バイナンスしっかりしてるからということで66万ですね。やばいっすね。年初来高値です、ビットコインね。で、こっち。 ビットバンクもですね、66万5301円ですね、今ね。なんで、67万でしょとか、まあ、70万はすぐ行っちゃうだろうね、これね。はい、これ、冷やしですけれども、あのね、ここに抵抗、抵抗、サ,サポレージラインがあるんですよね。今、ほらここ、ここでしょ、ちょうど、ここのところがサポートされてたラインなんですよね。だから 65万っていうのは何度も来てるわけですよね。ほら、ここ来てたでしょ。ここも。うん。だから、まあもう戻したと。で、ここもそうでしょ。サポレジラインっていうんですよむか。昔はサポートされてたんですね。ここの65万円のライン来たら必ず反発したんですよ。で、今はレジスタンスになってて、この65万円の、えー、ラインを超えられないでね、もがいてたんだけど、えー、これね、もがいてたんだけど、もぶち抜きましたね。 はい、ぶち抜きました。もう来ちゃったねー。なので、えー、カルロス・ゴーンさんと、カルロス・ゴーンさんが捕まってね、ゴーンショックで1回下がって、で63万、63万とか、61万ぐらいになっちゃったんでね、でその2日後ぐらいにファーウェイの副会長が捕まって、どん底ですね、35万円まで落ちちゃって、もうダメかと。ビットコインはもうないって思われてたんだけど、 完全復活ですね。で、昔のね、まあ2018年、17年、ここね18年、2018年のビットコインの価格に仲間,仲間入りしたと思って間違いないです。で、このサプレージュラインを割れば、また上がっちゃうんでね、まあ、92万とか、108万とか、120万ですね。120 6万、な128万ですね。まあ、これはもう行く、行ったと思っていいと思いますよ。だから、まあ、ブレイクしたんでね、上抜けブレイクなんで、これは順張りで買うと。まあ、リミットですよね。バイリミット買い,いですよね。順張り買い,いですね。はい、ここまで高値をつけて、それでも信じられないという方は、あなたは億万長者に、えー、本能的に潜在意識的になりたくないんだということを意味してて、間違いないですね。はい。 ということでねここまでビットコイン上がってくれてるのになぜ信じられないのっていうことをちょっと疑わないといけないよね。あとは、まあ、あのコインポストさんね、いつも上質なニュースを流してくれてるんですけれども、はい、まずはね、フェイスブちょっとまず、まあ、チャールズ皇太子が仮想通貨やブロックチェーンは興味深い発展ですねと言ってくれましたと。 あと、フェイスブックが仮想通貨関連広告の規制緩和へということで、ツイッターとかね、グーグルも一緒ですけれども、まあ、これ、ホワイトハウスの意向ですね、えー。あの今、はい、あのー、今ね、あのー、ビットコインで、えー、アメリカ国民の、ね、所得倍増計画というものが進んでますから、ホワイトハウス主導でねで。なぜかというと、まあ、ホワイトハウスの、えっ、ー トランプさんの側近にですねビットコインの大量保有者がついたんだよね。2ヶ月3か月ぐらい前かな。まあ、それでビットコイン上がるだろうって話はもう有名でしたから、この業界でね。だからやっぱり上がったかって感じですね。でバイナンスの証拠金取引はまもなく開始。CEO が語る今後の展望ということで、まあ,あの遅い方じゃないですか。もう2年ぐらい遅いんじゃないですか。バイナンス がまあ、仮想通貨 FX を始めるよってことなんでね、えー、アメリカのビットフィネックスとかってのもずっと2年も3年も前からやってまあ、2年ぐらい前かな、やってますから、あのあの日本の,、ね、あのビットフライヤーとかね、DMM なんかもそうですけれども、うんまあ、ビットフライヤーはあのビットコイン FX というのをやってます。で、レバレッジは15倍まで,です、ね、規制されてますが、 でゴールデンウィーク前に4倍に規制すると言ってたんだけども、えーで、今日から始めますって言っといて、言っといた矢先にですねシステム障害が発生して、やっぱり15倍でそのまま行きますというね、ちょっとびっくりするような報道が流れてましたね。はい、それで、まあ、世界のトップ取引所、バイナンスがですね、証拠金取引を開始するということで、 あこれ、まあ、証拠金取引開始されると、ですね、これは <laughs> 金融発生商品ですから、あのそもそもこのように存在しないお金があのマーケットに存在することになっちゃうんですよね。証拠金、レバレッジ取引ですからね、まあ、888倍とか、このようにある実在のお金の、まあ、888倍とか1000倍とかね、まあ、どこまでレバレッジ効かせられるのかわからないですが、 うーんとにかくね、その、100倍だったら100倍になっちゃうわけですよ、ビットコインの価格が。あの証拠金取引っていうのはレバレッジ効かせるんでね。なので、あの、まあ、ビットコイン持ってる人も、持ってない人も100倍になるわけですよね。だから気を、ちょっと気をつけないときに、ね、本当にビットコインの価格が、えー、爆発するということですね。これは気をつけないといけないですね。はい、それと、うーん。 イーサリアム2.08のテストネット効果でステーキング可能にとはい <coughs> あとバイナンスのハッキング事件でビットコイン急落今後予想される値動きってぐらいうこと関係なかったよということですねまああのバイナンスの対応が良かったんですよねバイナンスあの漏えいしてから、えー、すぐにねこうプレスリリースして4時間ぐらいでねプレスリリースして このバイナンスを経営している、ね、中国人の社長がですね、まあ、非常にこう透明なです、ね、経営をしているということが評価されてですね、ビットコインの価格は、えー、下がらなかったばかりか、爆上げしてますからね、はい、それでなかったことにするよということにもしてますね。えー、被害を受けたユーザーは調査中、被害対象はホットウォレットのみと、コードウォレットは安全。 えー、入出機に関しては安全な確保が確,保される、ま、確認されるまで約1週間の停止処置をとりますと利用者には API キーの変更と2段階認証の再設定を推奨しますということで、まあ,あ書いてありますね2段階認証の再設定を行ってくださいということですねはい被害総額の補填は、えー、SAFU ファンドから可能ということですね ブロックチェーンのロー,ルロールバックも検討していますと。今後1週間で数回のアップデートを行う予定。はい。で、ビットコインブロックチェーンのロールバックって何,何かってことなんですよね。ロールバックっていうのはまあ巻き戻しってことなんですけど、はい。これ、あの、ブロックチェーンをね、巻き戻しちゃうっていう処理を行うってことですね。で、同士によると、同志っていうのはまあ社長のことですねあ。バイナンスの社長ですけれども、ビットコインのロールバック及び えー、ビットコインのマイナーと連携すれば可能だが、ビットコインの最も重要な性質である非中央集権化の側面に対する信頼を起因する恐れが高く、慎重に判断するとしている、まあ、ビットコインのロールバックは、ビットコイン財団が判断するわけだから、これは多分行えないと思いますね。 はいあのー、コインチェックがね、ムを流出させた時もですね、ム、うんえー、財団に対して、えー、ハードフォークしてくれと、でな,かったことなかったことにするってことはできないから、えー、っと、またちょっとね分岐さあのブロ、ブロックを、ブロックチェーンを分岐させてですね、同じ分のム、えー、をですね、再発行してくれないかって依頼したんだけど、それ断られたんだよね。それででで日本円で現金で えー、保証したってことになるんですよでまあいくらのね世界ナンバーワンの取引所バイナンスだからといってビットコイン財団に対してね、えー、なかったことにしてくれないかとロールバックねそれはもう無理だと思いますよ <laughs> これやっちゃうともう何でもありになっちゃうからねただまああのテ,テロ、まあ、あのロールバックすることによって盗まれたビットコインはもう使えなくなるから だから、あの、国際テロ犯罪組織に対してね、まあ、あの、仮想通貨を盗んだら、あの、そのためにロールバックしちゃうから使えないよというような警告はできるわけだよねだ、まあ。あの、リップルは、リップルは、あの、非中央集権制度だからこういうことをやるわけですよ。だからリップルって盗まれないんだよね。盗んでもしょうがないから。盗んでもロールバックされちゃうから使えないんですよね。で、この、<laughs> 台湾は社長が講演したものではなく、ビットコインコアに関わる関係者の提案、あ、ああただビットコイン財団からの提案だとしても、多分無理,無理だと思いますよ。主要な仮想通貨におけるロールバックは以前イーサリアムクラシックやイーサリアムなど行われた過去も、過去もあると。 仮にビットコインでロールバックが行われた場合、ビットコインの非中央集権的な側面に関して仮想通貨コミュニティに大きな影響を及ぼす可能性もあるが、これまでのビットコインブロックチェーンの状況を踏まえると実行される可能性は低い。えー、しかし、社長は引き続き高い透明性を維持したい。えっ、ー、と、引き続き状況を変わかり次第報告する姿勢を示したということで、えっ、ー、と、今後の対応ということですね。ちょっと待って、どのぐらい読むのか、これ。 うん、だからとにかくですね、あの、ビあ僕もですね、バイナンスで、まあ、人財産持ってるわけですけれども、仮想通貨とか草コイン持ってるわけですけれども、まあ、あの、全然、あの、心配しておりません。あの、あれですよ。えー、っと、あの、例えばさあの、バイナンスだったら、カルダネイラとかね、売ってるますけど、 僕は体の間はバイランスにぶち込んでおいてますよ。取引所に置いております。でなぜかというと、バイランスは信頼性がすごい高いのでね、あのーえー、ハードなんていうか自分のなんていうかな自分の家のねパソコンとか、USB キーでね、とか、ウォレット、自分でウォレットを作ってね、えー、保管するってことは、ね、やらないですね。 やらないですなぜかというとあの、ウォレットっていうのはですね、えー、定期的に、うん、ソフトウェアのバージョンアップがあるわけですよね。ちょっとお待ちくださいね。はい、すみません。ちょっとあの電話が来てしまって、えー、電話対応しておりました。そうですね、これ、ロールバックっていうのは非常にですね、まあ、多分そのテロ対策っていうかさ、あの、ま、ネットテロだよね。 あの仮想通貨盗まれた時のことを今後もね想定してですね、えー、ロールバックやる,やるよと盗んでもロールバックやるので、えー、っとブロックチェーンをねあの巻き戻しちゃうから、えー、盗んだ仮想通貨はもう有効化されないので使いませんよというふうにすればまあ仮想通貨とかビットコインとかイーサリアムとかね ネムとかね、ビットコイン盗むハッカー集団もいなくなると思うんですよ。<laughs> まあ国家集団とかね、いなくなるので、まあ、一つ、検討課題として、やっぱり国際的に考えていく必要はありますね。そうしないといつまでたっても仮想通貨を、ね、狙ってねえ、ハッキングを繰り返す人たちは、なくならないからね。はい、ほんで、今後の対応としては、 直近の対応に関して、社長はまずバイナンスのアカウントを持つユーザーに対して、僕も持ってますが、API キーの変更と、API キー使,使ってる人は少ないよね。まあ、自動売買通ソフトとか使ってる人ですよね、仮想通貨はね。まあ、あとはアー、アービトラージソフトなんか使ってる人ね。自動アービトラージソフトね、えーのえー。API キーの変更と2段階認証の再設定を推奨しましたということで、私も2段階認証の再設定ってどうやんのこれ。<coughs> どうやんの 一度、クリアするのか。一度、二段階認証をやめるってやって、そしてまたやればいいのか。その理由としては、未だに捕まってな、ね、い犯人が API キーのフィッシングや二段階認証のコードを大量に入手したことが、え二,に二段階認証のコードを盗まれたのこれ。なんだ、えー。その他にも、今後一週間ほどかけて、犯人が資金を他の取引所で利用できないよう、バイナンスの全てのユーザーの入手金を最低でおよそ、 一週間停止することを再び明らかにした。また、この間、<laughs> バイナンス側はシステムの復興とセキュリティの再確保に向け、コアシステムなどのアップデートを数回ほど行う予定で、仮想通貨取引の停止も予定されていることを述べていると。他にも損害対象として現状確認されている7000ビットコインお予算や45億円相当の資金をバイナンスが、えー、昨年7月から備えていた SAFU ファンド、 セキュリティアセットファンフローユーズから補填されるため他の仮想通貨と引所からなどからの資金援助は必要ないということは明記した45億円だったらね、まあ、社長のポケットマネーで今日の小遣いぐらいで払えるかもしれませんバイナンスのハッキングに際してトロン財団の CEO であるジ,ジャスティン・サン氏などが協力して示している <laughs> その他にもお 米国の大手仮想通貨取引所コインベースなのか7000ビットコインの送金先となった32のアドレスをブロックすることで協力しああバイナンスからコ,うコインベースに送金されたんだねこれあじゃあこれ大丈夫かなバイナンスのハッキング事件の対応は今後も続いていくが事件発覚直後早期に SAFU ファンドからの被害総額 補填を表明した点や、え、異常事態が起きたにもかかわらず、予定通り A m ーセッションを行った CZC に対してコミュニティからは高く評価されている模様だと。まあ、下がんなかったしね、これね、ビットコイン上がってるから、日本でもね。今、ちょ、今ちょっと下がりましたけどね。うん、ちょ、ちょっと下がったちょっとだけね、1000円ぐらいかな下がったけどね。ちょっとだけ下がりましたけど、まあ、押し目つけるからね、チキンリ食いする人いるからね、こんだけ高いとね。 はい、午後また上がると思いますよ。今日70万いっちゃうんじゃないですか、今週。今週70万いくんじゃないですか、これ。70万いったら本当と、徒歩徒歩ですよ。もうすぐそこだもんね。ここだもんね。70万いったらあっという間に80万。80万いったら100万いきますよ。100万いったら120万。120万いったら140万。140万いったら180。180いったら220いきますからね。また、同時に、 今回のハッキングにより多くのユーザーの資産が集中する仮想通貨取引所のホットウレットの脆弱性が再び明らかになったとも言える。そのため AMA セッションではユーザーが秘密会議を自己管理が可能となるバイナンスの DEX 分散型取引所に関する質問があり、ハッキング以外の今後の展望についても社長は言及したと。ロールバックは結構しない。結論。えー、ロールバックは行わないということですね。 ということでして、まあ、この AMZ、えっと、結局、あれですよ、記者会見を行ったんですよね。記者会見、AMA セッション予定、記者会見を行ったと。もう4時間後ぐらいにね、あっという間に記者会見を行いましたと。まあ、日本の取引所も早いですけどね。日本の取引所もあの漏洩事件あってから、まあ、その日に、その日中にね、 <laughs> 記者会見というのをやってますから非常に早いかなと。この仮想通貨というのは情報とか対応が、初期対応がすべて後々にね。うん。本日12時に公式5000名セッションを実施したということです。はい。<laughs> 大丈夫ですね。あとまあ、Facebook コインなんかも出るみたいですね。 あと中国は相変わらず仮想通貨を全面禁止してると。はい。ということですね。あとは、いいですね。なので、あのビットコインが、まあ、ちょっとアメリカのホワイトハウスのですね、えー、アメリカ人の所得倍増計画の中に入ってしまって、国家ぐるみで、えー、アメリカのね、景気を良くするというか、まあな、ないものからね、内出の小槌みたいなもんでですね、 えと何にもないところからお金を発生させるというですね、これ金融のマジックですけど、それをね、ビットコインっていうですね、まだ金融規制、金融の規制、法,法規制が入ってないところで実施するというところが、やはりビあのトランプ大統領の先見性があるところじゃないかと私は思います。えー、ビットコインのですね、えー、直近の動きがまだまだ 目を離せないですね。いまだにまあ、年収は高値、ね、いってますからね。まあ、今週中に70万をタッチするのではないかというふうに思われます。で、ちなみにね、えー、リップルはちょっと、ちょっとダメですね。ちょっとリップサービスが欲しいって感じですかね。リップル、リップサービスって感じですかね。買うなら今だよね、リップルね。買うなら今ですよ。うん、買うならね。 うん。興味ない人は買わなくていいと思うけど、あの、安い時に買って高い時に売らないと儲かんないでしょ。何でもそれ弁当であの、リンゴでもさ、チョコレートでも弁当でも何でもそうでしょ。安く仕入れて高く売るのが商売の基本ですから。だからね、リップルこんな、ね、値段下がってたこの紙くず、ゴミ同然だとこんなん買ってもね、売れねえよって言ってるんだったら、これ商売人じゃないよね。うん。で、ビットコイン買うのは、 これは金融投資家としてはいいよねスト,ストップ高になった株を買,う買えばさらにストップ高になるからね人気があるからストップ高になるからだから金融の常識と、えー、仕入れの常識これ2つ必要なんですよねなぜかというと仮想通貨っていうのは金融商品でもありながらあのー、も,ものなんだよねうん少々お待ちくださいはいすいませんでした <coughs> えー、ということで仮想通貨っていうのは金融商品でもあり,ありつつあの暗号資産であって物なんだよね <laughs> 不動産とか投資資産なんですよね暗号資産だからだから不動産投資建物だって安い時に買って高い時に売却するでしょだから物なんですよで金融っていうのは高くなったら、えー、買うんですよそれ順張りの方が 逆張りより順張りの方が儲かるからね、金融資産はね。だから、暗号資産、暗号資産、まあ、いわゆる仮想通貨は、えー、金融資産と、えー、不動産資産というかね、その2つの投資手法を絡めてですね、投資していくことが一番儲かりやすいということだと思います。それでは今日はね、ここら辺で終わりにさせていただきます。千葉県,戸市千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。 失礼いたします。